Freunde und willkommen zurück zu Captain Tsubasa. Diesmal sind wir im Halbfinale gegen Furano. Wenn wir an das letzte Spiel belegen, was war es? 14-0? Das war doch eine sehr interessante Partie. Aber leider mit Hilfe. Diesmal, wenn gleich die Option kommt, mache ich diese Hilfe wieder aus, weil das war dann zu viel des Guten. Okay, gucken wir uns einmal die Story an und dann geht gleich das Spiel los.大会6日目、全国47チームが参加して行われたこの大会も、ついに4校を残すのみとなった。大空翼を中心に大会3連覇を目指す全開覇者、静岡代表南葛中学。チームワーク抜群、キャプテン松山が引っ張る北海道代表富良野中学。地元埼玉代表。 かつて明和 FC で日向たちと共に戦った選手が多く所属する明和東中学、エース日向小次郎抜きにここまで勝ち進んできた東京代表東邦学園。キーパー若島津は今大会失点ゼロである。全国の頂点を決める戦いまであと一歩。激闘の準決勝の幕が今上がる。 全国中学生サッカー大会準決勝第1試合、東邦学園対明和東。準決勝後半、ついに均衡が破れる。先取点は明和東。東邦ゴール前のこぼれ球に対し明和東の特攻スライディング部隊が発進。スライディングシュートで1点をもぎ取った。そして東邦学園の名手 ゴールキーパー若島津君、東邦学園ディフェンス全国大会初失点だ。これで明和東が決勝進出へ一歩リード。一方、東邦学園準決勝までチームを引っ張ってきたミッドフィルダー澤田君が今日はここまで不調。元チームメイトの明和東の選手たちに動きが読まれており、ゲームが組み立てられません。 3年連続決勝進出を狙う東邦学園、これは苦しい展開だ。こんな時キャプテンが日向さんがいてくれたら。待て日向、この試合お前を使うつもりはない。ベンチに座れ。 これは監督命令だ。命令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 。あんたはこの世で一番偉いのか。あんたの言うことは全て正しいのか。何、なぜこの試合に俺が出られない。ヒューガ、負けるな。みんな、 たかが1点だ。お前らなら必ず逆転できる。この試合だけは俺抜きで勝つんだ。勝ってくれみんな。キャプテン、俺は決勝戦には必ず出る。よし、やるぞみんな。キャプテンの言う通り、たかが1点だ。そうだ、取られたら取り返せ。サッカーは それしかないんだ。よし、キャプテンの力を借りずに勝つぞ、この試合。おう、みんな。あーっと、ここで試合終了の笛。2対1、東邦学園土壇場での逆転勝利。ついに目覚めた澤田君のパスを反町君が決め、さらに なんと明和東ゴールへオーバーラップした若島津君のシュートでゴール。これで東邦学園3年連続決勝戦進出だ。やった、やりましたよキャプテン日向さん。よし、よくやった、よくやってくれたみんな。全国大会直前にキャプテンの任務を捨て、
勝手にチームを抜けたヒューガ。それでも選手たちはこのヒューガ小次郎を信頼している。くそ、ヒューガのいない東方なら絶対に勝てる自信があったのに。いや、やはりヒューガの力は大きかったよ。今日の試合、ベンチのヒューガのあの劇がなければうちはあのまま逃げ切れていたかもしれない。東方はやはりヒューガだよ。たけし、絶対に優勝しろよ。頑張れよ、明和 FC の後輩。は、はい。沸かしまず、明日は何としても0点に抑えろ。そうすればお前から点を取ったのは俺たちだけになるんだからな。おお、頑張るよ。明和東、さすが小さい子、キラ監督に鍛えられただけあったぜ。東方はこれまでヒューガ君がいない分、それをみんなで補って戦ってきた。そのため選手一人一人がレベルアップし、一戦ごとにチームワークも磨かれている。もし初めの試合からヒューガ君が出ていれば、みんなきっとヒューガ君を頼って試合をしたに違いない。でもいないから、いないからこそ自分たちでやらなくてはという気持ちが生まれてきたんだ。そして今、東方の選手全員恐ろしいほど実力がついている。そしてここにヒューガ君が加わったら、今日の相手フラノ中は攻守に粘り強いチームワークを武器とする強敵だ。その中心はキャプテンの松山。彼のプレーがフラノ中の出来を左右する。つまりその松山を抑えて中盤を支配すれば、おのずとこちらのペースになる。はい。うちもチームワークでは負けていない。相手が粘るならこちらはそれ以上に粘るんだ。いいな。はい。Das kriegen wir hin。大丈夫か翼、怪我の方は。うん、足も肩も昨日より全然いいよ。とにかくあと2試合、体が粉々になっても俺はやるよ。翼がそこまで燃えてるんじゃ、俺たちもやるしかねえな。暑いけど今日も頑張ろうぜ。今日が今大会最大の難敵と言っていいだろう。明日のことは考えず、この一戦に全力を挙げてぶつかるんだ。はい。その難敵南葛、怪我をしているとはいえ中心はやはり大空翼だ。しかし翼さえ抑えればなんとかなる。そのマーク、今日は頼むぞ松山。はい、任せてください。よし、じゃあ例によってスタミナドリンクを飲んで試合に臨むか。マネージャー。どうしたマネージャー。あれ、マネージャー何持ってるんだ。ええ、実はみんなにハチマキを作ってきたんです。ハチマキ。でもどのチームもハチマキなんかしてないから。どれ、見せてみろよ。あ、へえ、全員分作ったのか。大変だったろう。そういえば藤沢は2学期からはアメリカだったよな。そうか。よし、せっかくマネージャーが作ってきてくれたんだ。今日はこれをして試合に出ようぜ。なんか気合入るな。うん、目立っていいじゃないか。松山くん、これ一本ずつにみんなの背番号を刺繍したの。お、ほんとだ。ありがとうなマネージャー。
く始まります。準決勝第2試合、北海道代表富良野中対静岡代表南葛中の試合。この試合、両キャプテン同士が背番号10でミッドフィルダーという取り合わせ。まずは中盤をどちらが抑えるか、これが勝負のキーポイントになるでしょう。果たして明日東邦と決勝戦を戦うのはどちらのチームになるのか。試合前から両校の激しい応援合戦は始まっています。その大声援の中、両チームイレブンが入場してきました。おっと、富良野は全員鉢巻きを締めての入場です。それだけ打倒南葛にかける意気込みがあるのでしょう。翼、富良野サッカーの集大成打倒南葛、今日果たさせてもらうぜ。松山君、俺は負けないよ。あと2つ必ず勝つ。俺は日本で負けるわけにはいかないんだ。優勝候補の南葛と東邦、ここに富良野が劣っているのは得点力だ。守りとチームワークはどこにも負けていない。だから得点力さえつけば全国制覇だって必ずできるはず。しかし俺には翼やヒューガのような天性のサッカーの才能はない。だから必死で練習してきた。才能のない奴は努力するしかないんだ。その努力必ず実らせる。勝って松山君。翼君、怪我がひどくなりませんように。Tutorial spielen Doppelpässe. Na, dann gucken wir uns das mal an. Wenn du einen kurzen Pass mit LB gedrückt und A machst, läuft der passende Spieler voraus. Halte Y nach einem Pass mit A gedrückt, damit der andere Spieler einen Doppelpass mit dir spielt. Okay. Gucken wir uns das mal einmal an. Nicht geschafft? Hä? So, nochmal. Oh, das war zu viel. Okay, nochmal. Wir lassen ihn jetzt mal... So, er kommt. Ja. Ah, geschafft. Hurra. So ist es also. Schön, schön. So, gleich mal die Einstellung ändern. So, wieder aus. Weil der Hilfsmodus, der war ja doch schon... Ja, er macht den beeindruckender. Man hat es gemerkt. Weil 14 Tore, die macht man ja nicht einfach mal so. Mal sehen, wie es jetzt läuft. So, endlich. Dann kannst du gegen Furano. Dann mal los. Und es geht auch direkt los. Nein! Da haut er mir den Ball weg. Was ist denn jetzt los? Oh je, oh je. Weg da, weg da, weg da. Ich schieße einfach schon mal, weil ich es kann. Nein, ich wollte meinen Ball haben. Danke. Nein, und dann haut er mir den weg. Meiner jetzt. Aus dem Weg. Na, oh, was geht denn? Dann kriegt er ihn noch nicht mal. So, jetzt haben wir ihn aber. Aus dem Weg jetzt. So, weg da, weg da, weg da. Ah, ja, wunderschön. So, sprinte, sprinte vor, sprinte vor. Ja, oh, da ist gar keiner. Schuss, Laden, Schuss, Laden, Turbo, Schuss. Oh, und versammel das Ding. Du schaffst es. Ja, ja, ja. Nein.
Hast du gesehen, wie er sich gefreut hat, dass er den gefangen hat? So, ah. So Tsubasa jetzt. Weg da jetzt. So, Topspin. Und jetzt wird rein. Rein damit. Du schaffst das. Und. Nein, der fängt den auch noch. Sag mal, was geht denn mit dem? Der muss doch was geraucht haben. So, weg da jetzt. Hau ab. Jawohl. Nein. Oh, ich wollte gerade den Ball abspielen. Weg da. Was ist denn hier los? So. Aus dem Weg. So, meiner. Gerade wo ich hier drücke zum Abspielen, weißt du? Das machen sie mit Absicht. So, jetzt ist das mein. Ja, das bleibt auch noch meiner. So, aus dem Weg jetzt. Hopp. Nein! Was geht denn hier? So, meiner. Weg da jetzt. Nein. Oh, Tsubasa, was ist denn da los? Hilfe. So, hau ab da. Du auch. Verschwinde. So, Taki, los jetzt. Nein. So, jetzt aber. Nee, wir wollen nicht vorwärts laufen. Jetzt geht aber was ab hier. Auf dem Weg. Das ist doch nicht möglich. So, jetzt aber. Volle Pulle, Leute. Nein. Jetzt will er wirklich schießen. Das darf er aber nicht. Torwart hält. Torwart hat gehalten. Wunderbar. Alles in Ordnung. So, schnell nach vorne. Wir wollen jetzt mal ein bisschen was noch wegschießen hier. So, weg. Da klauen sie mir den Ball. Weg da jetzt. Das ist doch nicht möglich. So. Mann, da habe ich einen Power-Up, weißt du, und der ist gleich. Gleich hat er sich erledigt. Jetzt benutzen sie ihren Power-Up. Ich. Da trägst du den auch noch aus. Ja, so, jetzt aber. So, wo ist Tsubasa jetzt? So, jetzt. Topspin. Versammel das Ding, bitte. Er kann ihn nicht halten. Er hält ihn. Was soll das? Boah. So, jetzt nochmal. Hey, ich schieße einfach, bevor sie mir den Ball abnehmen. Ja, dann fängt er ihn auch nochmal. Also wenn es weitergeht, kriege ich in der ersten Halbzeit kein Tor hin. Und das einfach nur, weil der Torwart nicht mitspielt. Das gibt's doch nicht. So, aus dem Weg jetzt. So, Gewehrkugelschuss. Versammel den. Nein, jetzt kommt da eine in der Abwehr noch rein. So, jetzt zu Tsubasa. Ja, einfach mal schießen. Wird schon schief gehen. Nein! Oh, nein. Oh, weg da jetzt. Ja, wunderschön. Einfach schießen. Wird schon schief gehen. Ja, er wird ab. Na, da. Nein. Tsubasa, hol ihn dir jetzt. Sehr gut. Aus dem Weg jetzt. Aus dem Weg. Nein! Der kam mal von hinterrücks, hast du das gesehen? Oh. Dann bist du der Grätschen, dann gönnt ihr das auch nicht. Oh. Nein. Gleich ist mein Abwehr ausgespielt. Aha! Habt ihr wohl so gedacht. Aber ich habe euch nur ausgetrickst. Mehr habe ich nicht. Ich habe euch nur ausgetrickst. Ja, genauso wie den. Und den trägt sie auch aus. So, aufladen, Schuss. Ich schieße einfach mal. Ja, er hält ihn. Er prallt, lässt ihn abprallen. So. Meiner. Uiu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 i. Schuss. Und jetzt. Hau ihn rein jetzt. Oh, da, was läuft mit dem Torwart verkehrt? Das kann auch nicht sein Ernst sein. So, Tsubasa jetzt. Jetzt. Und nein. Das ist doch nicht möglich.
Da trickst er mich schon wieder aus. Ach, Oda gegen Oda. Auch gut. Nein, da war die erste Halbzeit vorbei. Oh, ja, Himmel. Jetzt hast du es wieder so richtig schwer, weißt du, aber ja, ist schön.全力を出し切ってフラノを倒そう。もちろんだ翼、俺たちも一戦一戦全力を尽くして戦うぜ。力を温存するなんてことは考えてないぜ。俺たちは負けるわけにはいかない。前人未到の全国制覇 V3 は俺たちの手で成し遂げるんだ。ああ、翼のワンマンチームと言われてきた南葛、しかしそんなことは決してない。翼が怪我でいつものプレイができなくても、みんなでそれを補って助け合ってここまで勝ち進んできたんだ。そして翼もキャプテンとしてみんなの上に立ち、チームのために痛みをこらえ懸命にプレイをしている。わしは言えるぞ、この南葛こそまさに日本一のチームだ。昨年まで2度日本一の座に輝いたが、わしは今ほどこのチームの監督をやってよかったと思ったことはない。ベンチのわしは何もできん。みんなあと一息頑張れ。みんな後半もいつもの調子で粘っていけ。暑さなんかに負けるなよ。はい。よし行くぞみんな。明日のことなんか考えるな。後半も全力で戦うぞ。ああ、頑張れみんな。暑さに弱いだとか、試合の後半にバテるだとか、優勝を狙えるチームの出現は難しいだとか、いろいろ言われてきた北国チーム。Nur nochmal zur kleinen Information: Dieses Team kommt aus dem Wintergebiet, weil die kennen ganz andere Temperaturen und die kennen das mit Hitze nicht. Deswegen haben sie eigentlich eher Schwierigkeiten hier, aber wie man sieht, schlagen sie es hier sehr gut. Demo Mirugai, Lenjitz no Atsa no Naka, Dodo Junkeshou made kachi susunde kita kono renchu wo Matsuyama Igai, Medatta Senshu wa Inai, Demo Yareba Dekiru nda.練習量ではどこにも負けないフラノ中、わしはお前たちに勝たせてやりたい。みんなを支えリードしてくれ松山。どんなに大変な怪我をしていても全力でプレイする翼くん、私には祈ることしかできない。これ以上怪我が悪くなりませんように。フラノ中が負けたら私はすぐにアメリカに。でも今はそんなことよりみんなを勝たせたい。今日まで頑張ってきた松山くんたちに勝たせてあげたい。火花散る両チーム、両キャプテン同士の戦い、果たして後半どのような展開を見せるのか。いや、das frage ich mich aber auch gerade。向こうが全員攻撃で来るなら、こっちもフォワードからディフェンダーまで南葛の総力を上げて戦うぞ。ああ、へっ、こっちだって負けてないぜ。攻める時も守る時も俺たちフラノは一心同体だ。イレブン全員で戦うぜなあみんな。ああ、負けんぞ翼。俺は負けないぞ松山君。Okay, los geht's, let it rip.
Dann wollen wir mal. Ja, jetzt drehen sie aber durch. So, aus dem Weg jetzt. Aus dem Weg. So, Topspin. Los, los, los. Ja, Gott sei Dank, 1-0. Das reicht mir. Mehr brauche ich nicht. Gott sei Dank, endlich hat er mal getroffen. どうした今のシュートが肩に響いて翼松山君大丈夫だったか翼ありがとう松山君礼には及ばないぜ俺としたってなるだけベストの体調のお前を倒したいからな。 Ja, das gibt's nicht oft. チームとしてもしっかりまとまっている。チームワークでも勝てないのか。どうしたみんな？何弱気になってるんだ。まだ時間はあるじゃないか。キャプテン。さあ行くぞ。試合はこれからだ。はい。行くぞ軟骨。 Oh, mal sehen, was jetzt kommt. Okay, ja, mit dem Ball. Dankeschön. Aus dem Weg jetzt? Ja, nee, das war klar. Und einfach mal schießen. Und da geht er rüber. Hast du das gesehen? Schön übers Tor. Nein, ich dachte, ich könnte ihn austricksen, aber das hat er mir nicht gegönnt. Hahaha. Weg da, weg da, weg da, weg da. Nein, da kommt er schon wieder. Hast du das gesehen? Ganz elegant hat er einfach nach hinten geschossen. So. Weg da jetzt. Weg jetzt. Na, ich geh weg. Nein, oh nein, nein, nein. Du willst nicht schießen? Halt ihn. Oh, halt ihn. Er hat ihn gehalten. Hast du gesehen? Er hat ihn gehalten. Ich hab einen Torwart. Toll. Ich hab einen Torwart. Oh. So, jetzt aber. Na, nee, nee, nee. Nein. Das ist nicht richtig. Oh, oh, nein, nein. Oder ging oder. Oder hat gewonnen. Haha, wer hat das gedacht? So, jetzt aber nach vorne, Leute. Nein. Meiner. Ach, Gott sei Dank. Huhu, nein. Jetzt wird's aber sehr interessant. Meiner. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Nein. Oh, Himmel, Herrgott. So, jetzt aber nach vorne. Aus dem Weg jetzt. Aus dem Weg. Nein. Oh, hol ihn dir. Torwart, danke. So, jetzt, Leute. Oh, wer spielt denn jetzt hier gegen wen? Ich habe keinen Überblick mehr. Oh, der will jetzt nicht ein Tor machen. Der macht ein Tor, oder? Scheiße. Nein, 1-1. Mist. Ja, war ja Story gewesen. ユキングリの軟弱なグラウンドで培ったあそこしだからこそ打てるシュートでしょう。よし、決めたぞみんな。キャプテン。おまん、おまん、おまん。やられた。あれは波のキーパーじゃ防げないさ。俺たちキャプテンのロングシュートは無敵だ。
大空翼のドライブシュートに匹敵するぐらいにね。あのシュート相当訓練を重ねてきたな、松山君。松山君、よかった。そう、was kommt jetzt? よし、追いついたぜ。まだまだ同点ですよ、キャプテン。この調子で勝ち越しましょう。ああ、よし、行こう。やるな、松山君。まだ同点だ、これからだろ、翼。そうそう、1点取ればすぐに勝ち越しさ。そういうこと。さあ、気合い入れ直そうぜ。みんな、よし、残り時間、勝ち越し点を狙っていこう。Okay, weiter geht's. Das war ja wohl nix. Oh, das war doch was. Weg da, weg da, weg da. Ja, 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 weg da. Ah, einfach mal schießen. Oh, schon wieder versammelt. Oh, was war das denn jetzt?Da habe ich die falsche Taste gedrückt gehabt. Danke. Oh, was war das denn? Nein! So, das könnte noch was werden hier. Nein!Oh man. Aus dem Weg. Aus dem Weg, aus dem Weg. Du auch? Verschwind. Nein, er verschwindet nicht. Oh, das könnte noch spannend werden.ここはパスを出さ、敵陣へ攻め込みます。あとドリブルを見送る。So, Gewehrkugelschuss. Der hält ihn zwar, aber das macht er nichts. Schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Oh ja, das hat nur ein bisschen abgezogen bei ihm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. パントキックで大きく蹴り出した。伊沢君、ここは勝負を避けた。岩見君、敵陣へ攻め込みます。Oh je.Was war das denn? Schöne Technik. So, meiner jetzt. Aus dem Weg. Ja, Gott sei Dank. Schön ausgetrickst. Topspin. Und jetzt versemmelt das Ding. Komm, mach ihn. 2-1. Komm, mach ihn, mach ihn. Mach ihn. Nein, er macht ihn nicht. Na. So, wer spielt denn jetzt hier? Da. So, weg da, weg da, weg da. Aus dem Weg. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Heiß und fertig. Nein. Weg da jetzt. Huhuhuhu. Was war das denn? Oh oh.試合は終わってない。キスギ、タケ、試合が再開されたらすぐ俺にパスを。何を言ってるんだ、翼。そんな体で。そうだよ、いくらお前でも無理だぞ。翼にパスを出せよ、キスギ、タケ。翼は俺たち南葛のキャプテンだ。最後までキャプテンの指示に従おうぜ。石崎、頼むぜ、キャプテン翼。石崎君、中学を卒業したらブラジルへ行っちまう翼。でも俺、本当に良かったと思ってるぜ。今日この試合で負けたとしても、俺の中学サッカーに悔いはない。だって俺は今日まで、翼、お前と一緒にサッカーをしてこれたんだもんな。ありがとう、みんな。俺は
このチャンスに全てをかける。スローインからの再開です。激しいタックル、センターラインを越えて攻め込む。やあ、Jetzt geht's los。俺のドライブシュート、大空へ羽ばたけ。おい、da war mal ein bisschen Feuer drin, abgeprallt. Nein, der fliegt trotzdem noch rein. Schöner Schuss. キャプテン、もう残り時間も少ない。南葛はやっぱり強いよ。クソ、センターフォワードの俺がもっとしっかりしていれば。小田は確か旭川の高校へ進学する予定だったな。山室は農業系の高校へ、機械いじりの好きな若松は工業高校へ、近藤は中学を出た後自分家の牧場を手伝うんだったよな。キャプテン、この大会が始まる前、俺思ったんだ。俺たち小学校の時から今までずっとみんなで一緒にサッカーしてきた。でも中3の夏、この大会が最後だなって。負けたらその試合が俺たちの一緒にできる最後のサッカーの試合になるんだなって思ったんだ。だから俺たちの今までやってきた全てを出し切って戦おう。みんな、キャプテン。Oh, das wird unangenehm jetzt. Jetzt werden sie nochmal so richtig giftig werden.Oh nein, war ja klar. Nein! Oh Herrgott, was ist hier nur los?Ich schieße einfach mal, bevor er mich da ärgert. Und, ja! Mach mal! Natürlich gibt's einen, der sich mal verteidigt. Und schaff ich? Ja, nochmal, noch ein Versuch. Und jetzt hat er gehalten.Und das war's. Oh, ein sehr hitziges Spiel. Wahnsinn. War echt gut. ...2-1, ja. Zwei Tore waren durch Story gewesen. Eins war alleine, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Na, gucken wir uns mal die Höhepunkte an.Erste Halbzeit, 5 Minuten, ja, hat er. Also abgewehrt hat er echt, guter Torwart. Der hat echt gut abgewehrt. Warte mal, guck dir das mal an, du knallst einen Topspin bei ihm hin, weißt du? Er hechtet dahin, ja, easy. Wahnsinn. Also der Torwart war echt knallhart. Da, der holt ihn einfach sich. So.Zack. So, er steht da. Ha, meiner. Interessiert ihn gar nicht. Ja, da kam das erste richtige Tor.
Den hat er auch nicht gesehen. Da kam sogar super Abwehr vom einen Torwart. Und jetzt wieder der gegnerische Torwart und er wehrt einfach. Er wehrt ab. Und was kommt jetzt? Ja, irgendwie. Achtung, guck dir das an. Topspin, weißt du, und er steht da. Haha, den fange ich eh. Da, zack. Easy. Ganz easy für ihn. Okay, das war's. So, richtiger Knopf. Okay, weiter geht's. Ja, wieder ein Erfolg, die Nummer 10. Wäre natürlich lustig, wenn es auch jetzt der 10. Erfolg war insgesamt. Haha. どうした翼勝者が倒れちゃしょうがないぜ松山君しかし翼お前という男はお前という男は最後の最後本当に最後まで勝負を捨てないんだなその象徴があのドライブシュートだゴールポストに跳ね返ってもなお死なずゴールに飛び込むとはなまさに翼自身だよさあしっかりしろよお前にはまだ明日がいや、das wird schwer morgen. 決勝が残ってる das nächste Spiel. ありがとう松山君さあ立てみんな今まで応援してくれたスタンドのみんなに最後の挨拶だキャプテンみんな整列だのみんなありがとうございましたありがとうございましたよくやったぞフラダ敗れてもお前たちのチームワークは日本一だぞ健闘むなしく敗れ去ったフラダの選手が今応援団に挨拶ですしかしここまで本当によく戦いました雪国の爽やかな選手たちフラダイレブン松山光敗れたとはいえ、お前は立派な男だ。俺たちのサッカーは終わった。マネージャー、せっかくハチマキ作ってくれたのに、ごめんな。勝てなかったよ。これはハチマキの端っこにこんな小さく。しかも目立たないように白い布に白い糸だどうしたんですキャプテンキャプテンカンタクマネージャーはマネージャーならついさっきお母さんが迎えに来て出て行ったぞマネージャー今日これからすぐにお父さんのいるアメリカに立つんだそうだなお前たちずいぶん世話になっただろうだから戻ってきたら挨拶させようと思ったんだが時間がおい松山車はきっとまだどこかにあの車か藤沢藤くそこの指示藤沢 I love you よしこやっぱり最後にちゃんとでももう藤沢どうやら間に合ったみたいだな
して。お前が車で行った後、サッカー協会の人が車で送ってくれたんだよ。できるだけスピードを出してもらってさ。松山くん、あ、松山くん、足から血が。え、ちょっと待って。ああ、いいよ、ハンカチが汚れちまう。ダメよ、だってこんなに血が。こうやって傷の手当てしてもらうの、これが最後だ。松山くんはいつも無茶なプレーするから、一番怪我が多かった。思い切ったプレーと言ってほしいな。はい、こうやってしばらく押さえといて。サンキューマネージャー。どうしたんだよ。だってこんなところに急に現れるから。なんだよ、お前がいけないんだぜ。サッカー場の前からタクシーを追いかけて藤沢って呼んだのに、気がつかずにそのまま行っちまうから。この傷だってその時アスファルトにつまずいてさ。おい、泣くなよ。だって泣くなってば。涙拭けないじゃないか。お前のハンカチ俺の膝の上にあるんだし。元気で行ってこいよな。このハチマキ、お前との記念に大事に取っておくよ。ありがとう。遅いな、キャプテン。どこまで行ったんだろう。まさか空港まで追いかけて行ったんじゃ。でもそんなお金持ってないだろ。なんだこの番号、どこからだ。はい、もしもし。監督。松山。すみません監督、今空港なんですけど。お前本当に空港まで。これからサッカー協会の人に送ってもらいますので、宿舎に戻っていてください。よし、わかった。キャプテン、空港まで行ったのか。まあ諦めないってのはキャプテンらしいといえばらしいな。そういえば藤沢がキャプテンをってのはなんとなく察してたけど、キャプテンは藤沢をどう思ってたんだろうな。これは帰ってきたら質問攻めだな。ほどほどにしておいてやれよ。まったく、あれほど言ったのに無理をしよって。明日の試合に出れなくなってもわしは知らんぞ。でも無理をしなければ今日の試合は勝てませんでした。絶対に勝って明日の決勝に出たかったんです。本当にお前というやつは。今日勝てたのは先生のおかげです。先生の治療とこの肩の包帯に書いてもらった必勝の文字のおかげですよ。先生そんなもの書いたんですか。ああ、まあな。先生、ここに必勝って書いてくれませんか。必勝？俺は今日の試合必ず勝たなくてはならないんです。勝って日向君との決着をつけなくては。しかし東方の日向はこの大会全く試合に出ていないじゃないか。ええ、でも日向君は必ず明日の決勝には出てきます。俺の日本での最大のライバルは日向小次郎。そしてこれが日向君との日本での最後の勝負になるんだ。先生、ん？明日の決勝戦、無理だと言っても俺は出ますからね。明日の朝スタジアムで治療するのも面倒じゃろ。
今晩はわしの病院に泊まっていけ。はい。決勝は予想通り南葛対東方、大空翼対ヒューガ小次郎になったな。しかし気がかりなのはヒューガだ。明日の決勝にヒューガは出るのだろうか。出たとしても大空翼に比べてどの程度成長しているのだろうか。はっきり言ってこの2年ヒューガの伸びは期待に反して少なかった。小学生の大会、あの燃えるような闘志で翼、美咲、若林を苦しめた。猛虎、ヒューガ、小次郎。しかし中学に進んでからはあの時の飢えた獣のようなハングリーなサッカーは姿を消しつつある。日本のサッカーのために俺は心底願う。猛虎、ヒューガ、小次郎の復活を。ブラジルへ旅立つ翼、その翼のいなくなった日本を任せられるのはヒューガ、君しかいないんだ。わし宛ての手紙、これは前略、東方学園監督北爪誠殿、この度はお願いがあって筆を取った次第です。北爪監督、どうか日向小次郎を決勝戦で使ってやってください。己を鍛え直すために沖縄に来いと日向を誘ったのは私の方なのです。キャプテンとして大事な時期に無断でチームを離れた責任は確かに大きいでしょう。しかしそれは自分を強くするため、東方を強くするため、その一心で起こした行動なのです。どうか今度だけはサッカーに対する情熱ゆえの行動と思い許していただけんでしょうか。監督、話があります。なんだ。これはみんなで話し合って出した東方サッカー部全員の意見です。そのつもりで聞いてください。明日の決勝、ヒューガキャプテンを試合に出してください。この意見が取り入れてもらえないのなら、俺たちは明日の決勝戦出場をボイコットします。キャプテン、ヒューガさん。監督、本当はこんな真似死んでもしたくねえ。でも俺にできるのはこれしかねえ。キャプテン、土下座なんてそんな。お願いします。どうか俺を試合に出してください。キラ監督の指摘で俺は自分の甘さに気づいた。だから俺は沖縄へ行き、キラ監督の指導を受け、いつどんな時も闘争心を持ち続けることを骨の髄まで叩き込んできた。俺を鍛え直してくれたキラ監督の思いに応えるためにも、何が何でも決勝に出なきゃならねえんだ。監督、僕たちからもお願いです。ヒューガさんを試合に出してください。キャプテンは確かに無断でチームを抜けました。でもそれは明日のために、打倒南葛のために、凄まじい特訓をするためなんです。お願いします。監督、キャプテンを出してあげてください。お前ら。 Alle für ein und einer für alle。全員グラウンドに出ろ。え？ヒューガ、この東方はお前がいなくても全国大会の決勝まで勝ち上がってきた。監督、それは。
その原動力となったのはフォワードの反町、ミッドフィルダーの沢田、ゴールキーパーの若島津だ。ヒューガ、もしこの3人からゴールを割ることができればお前を試合に出そう。そのことは二言はありませんね。ただしこの3人がお前を試合に出させたいために手を抜いた場合、出場は認めん。わしの目はごまかせんからな。いいな、反町、沢田、若島津。はい。準備はできたか。はい。笛を吹け。確かに監督の目はごまかせない。ヒューガさん、全力で行きます。俺は試合に出る。このタイガーショットで翼を倒すんだ。トラファー。何？Na endlich. So, das war jetzt ganz schön viel Story gewesen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video und dann kommt das Finale. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.